岡市葵区東木、わさび栽培の発祥の地で、大変、知られている、ところです。今から約、400年前ですね、徳川家康公が隠居で駿府城に入居した時に、ここで採れたわさびを献上したところ、大変家康公が喜んだと言われています。このわさびは門外不出と言われているわけです。村人があちこちに水を引いてわさびの栽培を広めていったということになっています。わさび飯ですね。ご飯の上に、あったかいご飯の上にね、わさびをすりおろして、おかかをのして醤油をちょっとかけて食べると大変美味しいです。内どぎという加工施設があります。どんぶりとかおそばが売ってまして、大変美味しいと言われています。